山梨県道志村のキャンプ場に遊びに来ていた千葉県の7歳の女の子が行方不明になってから23日で3日目です。警察などが23日も捜索を行いましたが発見には至りませんでした。行方がわからなくなっているのは千葉県成田市に住む小学1年生の7歳の女の子です。3日目の捜索となった23日は午前6時過ぎから機動隊も投入して およそ70人体制でキャンプ場近くの林道や川の周辺などを捜索しました。警察などによりますと、女の子は21日、家族や友人などおよそ30人でキャンプ場を訪れました。そして、午後3時半ごろ、女の子は先に遊びに行った子供たちを一人で追いかけたのを最後に、行方がわからなくなっています。23日は、範囲を広げて捜索を行いましたが、日没のため、 午後5時に中断されました。24日朝から再度捜索を行う予定です。行方不明からリミットと言われる72時間が経過するのを控え、関係者や捜索人にもやや焦りの色が見え始めています。早期の発見を願うばかりです。